皆さんこんにちは。今回はこちらのホラーゲーム、キャプチャードをプレイさせていただきたいと思います。グロテスクなゲームですので、苦手な方はご注意ください。それでは早速スタートです。どうやら主人公は、女性で、何者かの手によって、地下に、監禁されてしまったようです。犯人は、この女性を使って、命を懸けたゲームを、したいようです。なんだこのベッドの上、無重力だぞ。すげえ。何やらこの地下室には、ダミアンと呼ばれる人殺しの、盲目の老人がいるようです。ここも無重力だ。すげえ。盲目ではありますが、耳がとてもいいとのことで、少しの音でもこちらに気づいて、襲ってくるようです。怖い。で何すればいいんだ。ひとまず部屋の中をくまなく調べてみましょう。いやー、なんでこんなところに保存食が。これも盲目の老人の仕業なのでしょうか。あ、扉が開いた。この先に何が待ち受けているっていうんだ。ひえ、この人も老人に拷問されてこうなったのかな。いかめしみたいな腕がある。ついに盲目の老人が登場されるようです。拍手で、迎えたいところですが、拍手をしたら、居場所が、バレて殺されるので、静かに、見守っておきましょう。これが恐ろしい殺人鬼か、外見だけだと、大したことなさそうですね。試しに音を出してみます。なんだこいつ、変態臭いな。こっちくんな変態。音で気をそらして、隣の部屋に行きたい。今だ。お前目見えてるじゃねえか。危ない。なんとか逃げ切ることができました。Here in this chamber there are two levers.
よくわからんけどレバー引いとこ。今回もギリギリの戦いでした。男性のうめき声がするけどなんだろう。Have you ever heard of the Head Crusher? It was a torture device first recorded in the 1500s. Go ahead, take a close look at its design. As the name suggests, Biohazard のレオンのパチモンみたいなのがおる。なるほど、このレバーを引けば、脱出用のもう一つのレバーが出現して、そのレバーを引くことでこの部屋から抜け出せるが、レバーを引いた場合男性は死んでしまうと、レバーを引く前に、ここにある3つのハンドルを回すことができれば、男性も助かるらしいです。しかしハンドルを回す際には、あの忌まわしい盲目の老人が邪魔してくるとのこと。まあ、やるだけやってみますが、厳しそうなら、このレオンのパチモンを見捨てることにします。それではやっていきましょう。無理だわこれ。すまん、死んでもらうわ。前よりイケメンになってる。ということで、友達は犠牲になってしまいましたが、次のステージに来ることができました。回復だ。ハンドルが柵の中にある。黒と白のボタン。わかったぞ。遺体袋の順番通りに押していけばいいんですな。今の、チン、の音が、完全に、電子レンジでしたが、気にせずハンドルを回していきたいと思います。まあ倒す気味悪い部屋だ。今回もハンドルをいじるのに、謎を解くのか、さっきと同じ要領でやればいいのかな。足生えとる、もしかしてこれ全部人間。ここにも死体袋がある。そして今回の、ボタンの種類は3つ。わかったぞ。死体袋の数は、5個。次はこの小さい椅子の数を数えてみましょう。全部で7個。これで、5、と、7、という数字は分かった。あとの一つは適当に押してれば、うまくいくでしょう。7回押すと。
これは適当に。やったぜ。回していきましょう。出てきたー。逃げろ逃げろ逃げろ。あぶねえ。かなりギリギリでしたが、無事ゲームクリアのようです。ここまで、ご視聴いただきありがとうございました。またこういったゲームを、プレイする予定ですので、今後ともよろしく、お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。